好のコンディションです。フットボールファンの皆さん、こんばんは。ジョン・カビラです。解説には中西哲夫さんをお迎えしています。中西さん、よろしくお願いします。こんばんは、中西です。よろしくお願いします。マスターリーグディビジョン1第5節をお送りいたします。これが本日の対戦カードです。それではスターティングメンバーをご紹介しましょう。サビオラ、オフェルマルス、ダニ、リバルド、シャビ、コク、プジョル、セルジ、パトリック・アンデション、クリスタンバル、ボナナ、ブッフォン、シュタム、ネスタ、ロベウト・カウロス、マッコ、ダービッツ、ヒメレス、ジダン、ロナルド、シェフチェンコ、オーウェン。試合開始の笛です。両チーム相手の出方を伺っているようです。インターセプト、セルジ出た、オフェルマルス素晴らしい反応、コーナーキックを得ました。ボラは惜しい。センタリング、ヘディング、これはゴールキック、全く枠には飛んでいません。オーウェン、パトリック・アンデション、コーナーキックです。さあセットプレー、何をやってくるのか。マイナス方向へのパス、ジダン、シュート、ボナノ、ダニ、ふわっと上げる、パトリック・アンデション、スペースができている。ヒメレス、ちゃんと狙って打ってほしい。ヘッドでつないで、プレスをかけます。オフェルマルス折り返す、走り込んできた、サビオラ中へ放り込む、シュート、ここはキーパーがキャッチ、シャビ、を使う、放り込んできた、サビオラ、シャビ、危ない、
ロベルト・カウロス、シェフチェンコ、高く上げた、油断できません、オーウェン、ボールを囲んでいきます、ヘッドでつなぐ、キーパー正面、さあどちらがボールを支配するのか、ドリブルで上がる、シュート、なんてやーとだ。さあもう一度見てみましょう、蹴り込んだ、動き出しが素早いです、オフェルマルス、フットボールの女神が彼の足に宿っているかのごとく、コク、オフェルマルス、上げてきた、スローイン、走り込んできた、リバル、シュート、前半戦終了、前半戦が終わったところで途中経過をお伝えします。得点は1対0。さあ中西さん、ここまでの試合内容を振り返ってどうでしょう。そうですね、非常に見どころの多い試合でしたね。この調子で頑張ってほしいです。はい、どうもありがとうございます。それでは後半戦に期待しましょう。後半戦開始の笛です。プジョル、ロベルト、カウロス、合わせた、ダニ、ゴール、マーベラス、スーパー、ビューティフォーゴール、素晴らしいゴールです。同点に追いつかれてしまいました。さあもう一度見てみましょう。インテリジェンスが伺われます。類いまれなキープ力、素晴らしいボディバランスですね。パトリック・アンデション、最終ラインの押し上げが早い、シュタン、ヘッド、クリスタンバル、後半10分経過、おっと奪った、つながればチャンス、シュート、これは惜しい、アンビリバボールゴール、スーパーゴール、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 
クルゴール。さあもう一度見てみましょう。リバルド、彼は本当に視野が、閉塞したフォーメーションを突き破るドリブル、プジョル、スローイン、サビオラ、いいパスが出た。さあここからどう攻める。決まった、ゴール、エクセレントゴール、ついに同点です。これで試合が面白くなってきましたね。さあもう一度見てみましょう。ゼイダン、動き出しが素早いです。サビオラ、スペースを使う、シェフ、ゴル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 、ダイナミックゴール、1点リード。さあもう一度見てみましょう。ねじ込んだ、交代選手がウォーミングアップを始めたようです。サビオラ、オフェルマルス、クロス、ヘディング、ダービッツ、ここからどう攻める。ゴール、見たか、ゴール、追加点。さあもう一度見てみましょう。ねじ込んだ、合わせた、シュート、ゴール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 、決まった。得点は4対3。さあもう一度見てみましょう。クリスタンバル、スペースを埋めます、サビオラ、ココ、ダニ、これはコーナーキック。さあチャンス到来、これはファウルです。キーパーの指示が伝わっていないのか、ハイボールを競り合う、前が空いた、シェフチェンコ、ゴール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 今日は絶好調、ハットトリック達成、天才。ロナルド、シュート、キャッチされた、ダービッツ、
これはゴールキック。サビオラ。ロベルト・カウロス。果敢にスライディング。豪快なシュート。これはゴールキック。外してしまった。これは決めなければいけない。おっと、ここで試合終了の笛が鳴りました。接戦をものにしました。さて中西さん、試合を振り返っていかがでしたか？はい、非常に見応えのある試合でした。はい、どうもありがとうございました。残念ですがこの辺でお別れの時間です。実況は私ジョン・カビラがお送りいたしました。本日の解説は中西哲夫さんを迎えてお送りしました。中西さん、ありがとうございました。どうもありがとうございました。それではフットボールファンの皆さん、またお会いしましょう。さようなら。